JR 東海によりますと、今月10日から昨日までのお盆期間中に東海道新幹線を利用した人は215万6000人で、去年の同じ期間と比べて2倍以上に増えました。一方でコロナ禍前の2018年と比べると7割ほどにとどまっています。 JR 東海は新型コロナによる行動制限がなくなったことで利用者が去年を大幅に上回ったと分析しています。